はい、先ほどきな、じゃねえや、ゆきです。今回は今回から、こちらミルアームの、養殖をしたいと思いますね。まあカマキリの餌のこのミルアームですけど、こちらをね、育てて、まあ今僕はカマキリの餌として使ってるんですけど、まあそのカマキリくんにまあね、いい栄養価を与えるためにこのミルアーム餌自体をの餌を買ってきましたので、まずはこちらダイソーで買ってきました5リッターのメガフードコンテナ、これが一番ダイソーの中で多分一番でかいですね。こちらのプラスチックケースとですね、パン粉100円で、薄力小麦粉ですね、これも100円だか200円ぐらいです。はい、これを買ってきましたんで、うん、で、あとですね、はい、小松菜を、これ80円ぐらい買ってきました。こちらをですね、まあ小松菜は、入れませんが、とりあえず入れるのが、小麦粉を、まあ、何するかというと、こちらミキサーで粉砕します。ミキサーで粉砕します。ミルアームがね、食べやすいように、まあいわゆるこの小麦粉とパン粉はあの餌の餌ですね。ミルアームの餌、まさか俺も餌の餌をあれするとは思ってなかった。こいつ、両爪を見るとですね、結構ね、このミルアームを育ててる人がいるんですよね。で、そのね、動画をね、見たらですね、結構可愛くてですね、まあ、このミルアームっていうのはもともとゴミ虫だましだっけ？ゴミ虫の、幼虫なんですけど、それが成体になると、まあ、簡単に言うと、カブトムシっていうか、コガネムシ的なやつになるんですね。それではこちらをですね、この中にぶち込みます。
まあそこそこ細かくなったかな。よいしょっと。で、厚さがそのいわゆるあのゴミ虫、そのミルワームを育ててるヨウツベの YouTuber の人がいるんですけど、その人によると大体厚さが1センチから2センチにしないと、なんかこのこいつらがですね、あの死んじゃうというか、あの息ができなくてなんか死んじゃうとかいう話なんです。で、あとまあ気をつけるべきことは湿度がこいつら低くないと、あの乾燥してないと死んじゃうんですね。逆にカブトムシとかは乾燥してると死ぬんですけど、こいつらはあの湿気てると逆に死ぬというらしいので、まあ、なるだけこの蓋は開けて風通しを良くしておく、わけですね。そうしないと、まあこいつらは脱走しませんからね、基本。あの成虫になっても飛ぶことはないんで、羽は生えてるんですが飛べないのか飛ばないのかわかりませんけど、そういうことで飛ばないらしい。小麦粉は厚さ 1,2 センチぐらい、薄浅めで、うん、いいらしいって。で、あとはあとは適当にこれを攪拌させて小麦粉とパン粉を、まあ、混ぜます。で、基本的にね、こいつらやることないんですよ。ほとんど放置でいいと。で、勝手に増えていくんで、で、あの、成虫とかサナギになった場合は、そいつらを取り出して、もう一方の容器に入れないと、ダメみたいですね。まあ、そっちの方がいいと。一応放置でもいいんですけど、あの、成虫とかサナギ専用の、そのケース、もう一本のこれと同じケースを用意して、幼虫はこっち。で、成虫とサナギはもう一本のケースに、分けた方がいいと。ということで、まあ、もう一本のケースも一応、ダイソーで買ってきてあるんで、ね、大丈夫です。よし、これで OK。 ね、なりました。それでは早速ね、このミールワームちゃんをね入れていこうと思います。いきますよ、ミールワーム突入。ドーン。そしてで、これを鳴らします。こんな感じになりました。うん、で、またあと、まあ、適当に攪拌して、この中に多分100匹ぐらいはいるはずなんで、おそらく。ちなみに小麦粉じゃなくても、あの小麦粉のいわゆる残りカス、まあふすまですね、ふすまでもいいのことです。そ
そして、ちょっとカメラ、まあいいや、こっちでいいか。カメラ位置を調節して。はい、このような感じになりました。で、あとは先ほどの小松菜、てってけてってってーてってー、これをまあ適当にこうやってなぜ小松菜かというとですね、このミルアームちゃん餌としては割と優秀なんですが、一つ欠点がありまして、カルシウムが足りないらしいです。ので小松菜にはですね、カルシウムがたっぷり入ってまして、まあ栄養にいいと。ので、まあ、餌に火を使うわけですね。餌が食う小松菜をですね、こうやって適当に置くと、これで OK、 完璧です。これであとはまあ蓋していいとは思うんだけど、あんまり湿気ると、この小松菜自体に結構水分が含まれてるんで、まあ湿気ちゃうとあれなんで。で、あとそうだ、小麦粉だとですね、ダニが湧いちゃうんですね。ので、こちらダイソーで買ってきましたダニ取りシート、ダニキャッチシート、こちらをまあ、これを置いておくところの近くに、まあなるべくなんだ、日陰で風通りがいいところに置いておきます。これ結構効く気がする、このダニ取りシート、ダイソー3ヶ月持続するということで、これで OK ですね。これもまた、経過を見ましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。